次に串田誠一君。串田君。え、日本維新の会の串田でございます。参考人の皆様、本当にどうもありがとうございます。えー、以前、あの、日本の、あの、国内で、あの、流行った映画の中には、オールウェイズ三丁目の夕日というのがありまして。まあ、その中で、あの、子供二人が、えー、都電に乗って、一人が。まあ、お母さんを探しに行くシーンが、えー、ございました。 まあどんなことがあってもえ自分の父親母親を知りたいという子どもの気持ちというのはあるんだろうなという,ふうに思います、1989年に出来上がりました子どもの権利条約においても7条で子どもは父母を知る権利を定めております、まあ、そういう意味であのまあこれを必ずしも徹底する必要はないだろうと。 特別養子制度というようなことがあった場合というのも私も思うんですがあの先ほど浜地委からもこれはあのかなり制度趣旨が変わったんじゃないかという,ような質問もありましたかつての特別養子制度は0歳から1歳とか、まあ、そういったのが非常に多いという中で赤ちゃんの時点で養子として受け入れた時に後になって大人になって実は実の父親母親じゃないんだよということを知られるショックというよりは まあ実の親と同じように、戸籍上も,もうほとんど分からないような状況で養子縁組をするということは必要なんじゃないか、そういうときに子どもの出自というものをあえて告知する必要はないんじゃないかと私も思ってるんですが、今回はその子どもの年齢がまあ15歳未満ということで、かなりあのまあ物事が分かる年齢を特別養子制度として親子の縁を切る。 質問の中にも親子の縁だけじゃなくて祖父、祖母の、そして兄弟の兄弟姉妹の縁も切るというそういう状況になるわけです、そうなったときに子どもの要するに考え、気持ちというものも大事なんじゃないかなという,ふうに思うんですが今回の法改正は、家事手続法の164条の,2の第6項第1号で、 特別養子適格の確認の審判をする場合には次に掲げるものの陳述を聞かなければならないという中で第1号に養子となるべきものと書いてあるんですが、括弧として15歳以上のものに限るというようになっているんですね、で一方です、ね、これ民法の改正はあ一条だけ改正がなされています。 817条の午後5だけが改正されて、あとは従来どおりということですので、817条の8によりますと、特別養子縁組を成立するには、養子となる者が養子となる者を6か月以上の期間、看護した状況を考慮しなければならないと、そういったときに、15歳未満といっても中学生が入る、特別養子のところで暮らすようになる。その時に 子どもとして、まあ、虐待というか精神的な虐待も含まれるとてもつらい元の親がいいというような思いを持つ場合もあると思うんですがこの子どもの陳述を受ける機会が法律上はないんじゃないかというふうに思うんですで、えー、そういうときにこの特別養子制度を採用するにあたっては 子どもの意見を聞くときというのが何歳ぐらい以上であれば子どもの意見を尊重すべきであるかということをまあこの条文通り15歳以上じゃない限り子どもの意見は聞かなくていいという考えもあるかもしれないしえもしかしたら 大、えー、村先生があの法制審議会でもずっと携わっているので私の法律の読み方が間違っているのかもしれませんが条文上からはそういうふうに読めるんですけれどもあの皆さんのご意見子どもの意見というものはどの程度聞く機会が与えられた方がいいのかそれは何歳以上なのか例えば0歳とか1歳に聞けと言われてもそれは無理だからあの特別養子制度は聞かなくていいというのは分かるんですけど15歳未満となれば。 子どもの意見というものも、聞く機会があってもいいんじゃないか、尊重されてもいいんじゃないかというふうに思うんですが、各参考人の皆様に意見をお聞かせていただきたいと思います。 ご質問ありがとうございます、あの全員の意見をということですので、手短にあの申し述べさせていただきます。あのご指摘のようにです、ね、民法上は15歳というところで線を引きました、でこの時にですねあに12歳ということに以上についてもです、ね、あの民法上も何か対応すべきではないかということはです、ね、あの議論はされました、あしかし、それにつきましては、あの手続きの方でです、ね、従来もあの対応しているということで、あのそちらに委ねるということにあのいたしました。でもっといい子についてはです、ねまあ、事実上は あの聞いているというようなことをしていると思いますので、まあグラディエーションがあるんだろうと、十五歳以上はそれ法的なものとしてですね、あの要件として聞かなければいけない。で十二歳、十五歳からまあ例えば十二歳とかっていうところはあの手続き的なものとして必要だと。あとは事実上必要だということで、また聞き方もですね年齢に応じてさまざまなあの工夫が必要だろうということをですね審議会の場では確認をしているところでございます。はい、次に影山参考人 ご、えー、ご質問ありがとうございます、あのーまあ、15歳以上は当然のことながらとして、その15歳未満の場合ですけれども、あのー、先ほど申し上げたように、やっぱりそれ聞かれたときに、どれだけ子どもが本音がしゃべれるかなというようなところと、あとはその制度の説明を誰がどこでどういうふうにするのかなと、あ,のー、ある意味で今度ね、新しい養子さんが親になるよと。 いうところは割と簡単に進めができるのかもしれないけれども、その実相やとの関係を切るっていうのがどういうことなのか、法律上はもう切れますよとで、あるいは兄弟親族も含めて切れますよと言われても、15歳未満のお子さんがどこまでわかるかなと、じゃあおじいちゃん、おばあちゃんにもう会えないのと言って、これ、会える、会えないはこれ、法律の問題ではございませんので。 ああえることももちろんあるかもしれない、あるいは合わせたくないということもあるかもしれない、まあ、その辺の説明を誰かがきちっと今後、になっていくことが必要かなというふうに考えております次安藤参考人。私もこの問題は、非常にデリケートな部分を秘めていることが多いと思います。 たとえ15歳未満であったとしても、養育家庭で1歳、2歳から育ってきたこと、10歳を超えてから来たことであれば、あのその自分の置かれている立場の理解力も違ってきますし、あの本当に小さい子であればあの、今の現状をなくすことの方が怖いので、子どもは何でもあの今のままがいい、今のままがいいという返事をしてしまうところがあって、本音とか自分の立ち位置を理解してでの返事ができないものと思っています。 そのためには、やはりあの先ほどもあの最初の意見とか申し上げましたが、まず調査官があの面、あの養育者の面,会を面接をした際に、あの子どもに対して真実告知をしているかどうか、ここがまずキーポイントになると思います、告知をしているかどうかということで、自分にはもう一組の親がいるということを理解した上での縁組になるからです。 でそのためあの、私はやはりあの幼,少期幼,稚入幼児入児さんに聞くことは非常に難しいことかと思いますが、小学生以上であれば、障害や発達の状況によっては聞いてもいいのではないかと思っていますが、それが 養子縁組をするよということになると、やはり持っているものをなくすという不安からためらってしまう子どもが多いのではないかと思っています、そのためには、あの明確な回答になりませんが、やはり子どもに対する伴走者、支援者を、まずはあの必要とするのでは、必要があるのではないかと思います、以上です次に伊藤参考人。えっとですね 審判において法的なということではやはり15歳以上必須ということだと思いますで実務担当した者としてはあのじゃあ15歳未満については何もしなくていいかそんなことは絶対なくてやはりその子どもの意思がある程度はっきりしていれば確認を調査でする、えー、それから行こうという意思というほどじゃないとしても行こうみたいなあのことについては調査で確認しそれを裁判官の審判で、えー、生かしていただくということだと思いますし 経験的にはやっぱり10歳前後から10歳以上であれば、私はある程度説明をし、その上で考えを聞くということは大事じゃないかなというふうに思っています、ただ一方で、先生たちに、要するに例えば離婚紛争の中にあるです、ね、小学校低学年の子に、お父さんとお母さんとどっちの方がいいって聞く。 これは私はは私調査官としてはやっっててはいいいけないことだとだ思っていますあやらなきゃいけないときもあるかもしれない、だけどその前にやるべきことたくさんある、ど,どこでどっちの方が安心して暮らせるのか、そういうことについて十分、あのその党の子ども、この養子となる人との間の信頼関係を作った上で、これから先のことを意見聞いていくというような形になるのかなと思っています。次にサヘル参考人 私は逆に今皆さんのお話を聞いていてずっと考えてましたどんな言葉を言われてどの年齢でどう感じたかなと記憶を読み覚ましていた時に母が私を引き取ってくださったのが7歳なんですけれどもその7歳の時からもうきめ細かくもう1年1年おきに時間があるたびにお母さんが。 私のことの生い立ちもそうですけれども、どこかでやっぱり親族は絶対いるので、ゼロではないと思うので、もし探したかったから協力するよって、常に私のルーツをあの探したかった場合、家族は一緒に協力するよっていう年齢節節めで、お母さんは常に私には聞いてくれていたんですね、先ほど本当にあったように、子どもってどう答えたらいいかわからないので、なんかでもなんか悲しませちゃいけないし、 今それで首を縦に振ってしまったらこの人傷ついてしまうかもしれないからって飲み込んだことも何度かありましたでも大人になって母親が私が中学生の時にもう一回やっぱり何度も同じ質問をしたんですね私がお母さん今はお母さんであのしてるけれどももしどこかで親族を探したかったらお母さん協力するし いいほししでょ自分の家族探したいでしょって聞かれるたびに、でもそれは私の傘蓋を何度も剥がす必要はないんじゃないかなって精神的な部分で苦しかった時期も正直あります。なで正解は本当に当事者としてはわからないです。ただ、 常に聞いてあげること、子どもによってはもしかしたら自分のタイミングでそれを受け入れる子ってそれぞれ絶対に違うので、伏せてはいいものではないので、常に聞いてあげて、選択肢を与えることは必要だと思います、子どもが自分のタイミングでその子の,あの性格のときに私はこう思うということは、子どもは自分の言葉でちゃんと発言できるので、その選択肢を与え続けることは必要だというふうには思います。失礼します草田君 次に、大村参考人にちょっとお聞きをしたいんですが、民法、先ほど改正というのは1条だけで、あとはずっと他の条文は生きているということで、この特別養子制度を離縁する規定も、817条の10ですか、に置かれてますね、これ以外は養子縁組の特別養子制度の離縁ができないとなっている中で、 養親の看護が、養審による虐待や悪意の域、その他、養子の利益を著しく害する場合には、離縁をすることができると、でこの申し出をする者の,の中に、養子が入ってますよね、あの条文上は。そうすると、これで離縁になると、どうなるかというと、実身の親子関係が回復するとなっているんですね。そうなると自身の あの関係が回復するということになると、いきなり地震にまた戻る状況であるとするならば、6か月間の期間の中で虐待があったとすれば、子どもとしては本当は行きたくなかったんだと言っても、それを聞く条文が置かれてない、だけど、耐えられないと言って相談したら、あなたはこの離縁をする手続きがあるよと、離縁をする手続きがあるから元の親に戻れるんだということであるなら、最初から、 その手続きを6ヶ月の後に確定するときには、その子どもの陳述を聞いとけば、実はこういうことされてたから、私、行きたくないんですよって言って、こんな、その利益の手続きをしないで済むんじゃないかと思うんですけど、あとまた、えー、地震の親子関係が今度、回復するということになれば、地震との間の面会交流も、本来はしておかないと、いきなり今度、戻るっていうのもおかしいなと思うんですが、その点について、市議会で何か協議はなかったんでしょうか。 大村参考人。ありがとうございます。あのー、あの。今の点についてはですね、先ほど申し上げました通りですね。あの、あ、まず、あの。 数の問題から申しますとです、ね、特別養子縁組の解消というのがです、ね、今、正確な数字を手元に持っておりませんけれども、ごく少数にとどまっているということで、あの今回の,その改正のプロセスの中で,です、ね、そこをその改めてほしいという要請がです、ね、あの強い形ではあの出ておりません。で、えー、まあそういうことで,です、ねあのそれ、その問題について、正面からあのまとまった形で検討するということはいたしておりません。であの先ほどの,です、ねあの ご質問の内容についてなんですけれどもあの数が少ないということを申し上げましたけれどもこれはやはり最初に作った時にはです、ねまあ、基本的にはあの実親子と同じ関係を作るということで,です、ね、解消は認めないというのがまあ原則だという,ふうにまあ考えていたとでそうではあるけれども例外、まあ、的にやむを得ない場合にだけ実方の親の方のその環境が整えばそれで戻せることにしようということでありまして、まあ、あの非常事態に関する逃げ口みたいなものと して作られたものでありますのであのこれをいろいろな形で作り込んでこれを利用していくということをあの必ずしも考えていなかったそういうものだというふうに認識しております串田君、えー、大変参考になりましたどうもありがとうございました以上で串田誠一君の質疑を終了いたしました <laughs> 次